はい、こんにちは。今日はちょっとパキラの育て方を語りたいと思います。今は9月の半ば過ぎですね。これはね、春にね、本当はね、配信した方がいいんですけどね。春はね、こんな状態でしたからね、ちょっと信用が。 ななくりますよねこれは買って4年と3ヶ月ぐらいですねダイソーで買ったんですけどね100均のダイソーで秋口の今はまだ肥料を与えてもいいと思います そしてですね、もう15度ぐらいになったら、室内に最低気温ですね、最低気温が12度ぐらいになったら、室内に入れた方がいいかもわからないですね。10月に入れば、その地域によるでしょうけど、もうそろそろ肥料はやらない方がいいでしょうね、逆に害になってしまいますから。 パキラは室温が10度ぐらいになったら傷んできますから葉っぱが、葉がですねだから基本的には冬は15度以上に保った方がいいですけどなかなか難しいですよね だから10度ぐらい10度ちょっと下がったぐらいで管理しても大丈夫ですけどもただ歯は痛みますね歯が痛んでも次の春になったらまた再生しますからこれは大丈夫ですよきれいに育てるにはやっぱり冬の間でも15度は欲しいですね水はですねもう冬なら もう1ヶ月近くやらなくていいですねまあその土の状態とかまあいろいろな諸条件が変わりますのでね一概には言えないですけどね極力土を乾かし目にしてくださいパキラは根がすごく繊細でね弱いんですよね だから水をしょっちゅうしょっちゅう与えていると根が腐ってきますからねそうするともうダメですね葉っぱが冬にですねええー、と枯れてきても死にはしないですからね根が腐ってきたらもう一発ですよ特に冬は春先に多少根が水をやりすぎて腐っても まだこれからどんどん成長期ですからね、春の場合は。だからまあ持ち直すでしょうけど、冬の根草でやった場合はもう終わりですね。だから水を極力控えめにして、冬の間は管理した方がいいですね。そして春から秋にかけては成長期ですね。だからもうその時期には肥料を。 ちゃんと与えて、そうですね、私の場合は春と秋しか与えないですね、まあ、夏は与えても大丈夫ですよ、ただ夏はその地域によって暑さがすごく暑いとですね、この暑いのもストレスになりますからね、だからすごい暑い地域はもう夏などはやらない方がいいと思いますね、肥料を。 ハキラは結構ね、すごくね、成長早いですね。これで4年3ヶ月で、ちょっと追ってしまいましたけどね、頭を、昨年。それでも1メートル近く、いや、1メートル超えましたかね。だから、すごく早いですよ。日光はもちろん好きな植物ですけども、直射日光はですね、 そんなに当てない方がいいですね。歯が焼けてしまうんですよ。人間で言ったらやけどですよね。特に夏はもう直射日光はもうほとんど当てない方がいいですね。まあ冬ぐらいだったらいいんじゃないでしょうかね。2時間ぐらいは。秋の今でもあまり直射日光を当てすぎない方がいいですね。日光は必要ですよ。日光は必要だけども、直射日光は多少控えめに。 秋でも,もう夏なんかほとんど直射日光やらない方がいいですねパキラの育てるコツを一つ上としたらですね鉢の中の土がある程度しっかり乾いてから水をやることですねもう本当に先ほども言いましたけど冬ならもう1ヶ月近く やらなくても大丈夫です。根を守るためにですね。もう夏ならどうでしょうね。うその鉢の大きさとかさ、さっきも言いましたけど、土の破水性とかいろいろな問題がありますからね、一概には言えないですけど、そうですね、1週間ぐらいやらなくていいと思いますよ、夏でも。その中間度 春と秋は、まあ、その中間ぐらいですね、水の与える感覚点で,ですかね土の乾きをしっかり見極めていやでもまずあの死なないですね死なないですよ。